はい、441回始めたいと思います。11月12日、今5時半ぐらいですか。早いもんでね、真っ暗ですよ、もう本当に。廃屋が真っ暗。ダイソーで買ってきた100円のランタンを、乾電池式の、今6つ焚いてます。まあね、あんまり明るくして私が顔が見れたところでね、喜ぶ人なんかあんまりいないと思うんで、ほぼいないというか全然いないと思うんで、真っ暗の中やってるんですけどね。廃屋だし電気ガス水道ないんでね。今回京都新聞、キャバクラ更衣室で同僚女性に性的暴行、32歳男に懲役5年の実刑判決ということで、京都地裁実刑判決出ました。いやーちょっとね、びっくりですね。まあこの内容ね、記事からだけじゃ分かんないですけどね。京都市東山区のキャバクラ店更衣室、キャバクラの更衣室で20代の女性、まあ、従業員なんでしょう、に性的暴行を加えたとして強制性交の罪に問われた無職の男32歳、まあ元同僚、働いてた従業員の男なんでしょうね。32歳、名前は出てないですね。判決を公判が11日京都地裁だったと。で、安永裁判官は懲役5年、休憩6年ですか、懲役5年を言い渡したということで、執行猶予はついてません。判決によると1月22日の未明、まあ半年、まあ1年弱、9ヶ月ぐらい前の話ですか、1月22日の未明に朝方、まあ仕事終わった後なんでしょうね、これおそらく、同僚だった女性を押し倒して首を絞め、ですよ、拳を顔面に押し付けて、殺すぞなどと言って、性的暴行を加えたと。これ強制性交になってるんですからね、罪状がね。まあそういうことあったんでしょう、おそらく。判決理由で、安永裁判官は執拗かつ悪質な犯行で強い非難が妥当ということを述べたということです。必要かつ悪質。まあこの犯人32歳の男、まあ人を選んでこの女なら大丈夫だろうということでやった、従業員の中でも目星つけてやってるんでしょう。あと首を絞めたりね、拳を顔面に押し付けて殺すぞって言ってますからね。これはまあ悪質ですよ。必要ですよ。もう女性としてはもうどうしようもないですね。こうなったらね。逃げようもないし。で、これ思ったのが、私、まずキャバクラはね、私ね、生涯で3回ぐらいかな、行ったことあるの。上野のね、東京にいた時に上野のキャバクラに上司に連れられてって言ったらあれですけど、まあ、みんな行くんですよね、お酒飲む人好きなんだよ。私はね、分かんないんだな。まずお酒飲まないですから、基本私ね。で、まあ何回も言ってますけど、上司に行こうみたいな、まあ上司というかね、なんかグループ、5、6人で行ったのかな、5、6人、7、8人ぐらいで、大勢で仕事終わりに誘われて、行ったことないんです、まあ行こうみたいなね。で、1人2、3万取られたんじゃないかな、確か。で全然ね、私なんか2、3万大金ですよ。大金なのに、2、3倍じゃないの、私。ウイスキーかなんか水割りみたいなの、2、3倍飲んで、まあ、隣に女の子ついたりつかなかったりして、まあね、それなりに、なんていうの、女の人化粧して、なんていうの、色っぽいっていう、なんていうんでしょう、そういう格好ですよね、要は、夜の。女性の格好して、まあ、ただ喋ってるだけみたいな、結論から言うと。それで2、3万払うってちょっとね、納得いかないしね。ただ私ね、その後、それ2回ぐらい行ったのかな、上司に連れて。2回ぐらいその店に行って、で3回目はね、いわゆる女性から電話来て、店に来てくださいみたいな営業コール来て、ひょいひょいと一人で行ったのが1回だけ出ましたけど、それだけだね。お酒飲んで、1回あたり2、3万かな、分かんない。店によるんでしょうけど。
2時間ぐらいってそんなに飲まないし、喋るだけでそんなに払うのがね、どうしても分からなくて、うん、このキャバクラ文化っていうのは日本独特ですよ。海外にないですよ、あんなのは、うん、日本人男性のメンタリティなんだろうな、あれがいいんだろうな、おそらく、うん、やっぱ女性必要なのかな、お酒に。私はいらないですけどね、飲むとしたって女性は、うん、隣に。日本人独特だと思いますよ、あのキャバクラ文化っていうのは。でこれ思ったのが、そのキャバクラって、なんかこれ風俗とは言わないのかな、キャバクラっていうのは飲み屋なのかな、その辺のなんかあるんで、この従業員もまあ女性を軽く見たっていうのはあるんでしょうね、こういう商売してるんだからみたいな感じ、うん、っていうのあるし、あとまあこの男ちょっとまあちょっと悪質だわね、裁判官じゃないけど、うん、もうこれは、うん、押し倒して首を絞めだから、拳を顔面に押し付けだから、これやられた女性からしたらもう無抵抗ですよね。無抵抗しようもんなら首絞められるんだから、もしくは殴られるんだから拳で、うん、これはもう抵抗しようがないっていうことで性的暴行を受けて、これ悪質、一発で、驚きなのが一発懲役ですもんね、これね、うん、前科ないんじゃないかな、この男。あるのかもわかんないですけど、詳しく載ってないですから。まあでも、うん、法律の適用範囲でちょっと厳しい方の出たと思いますけど、それなりに、私はこの詳細知らないですけど、それなりの一発実刑でも仕方ないような内容だったんだと思いますよ、この事件は、うん。あとね、世の中こういったね、夜の商売、まあスナックとかこのキャバクラとかわかんないですけどね、あんまり行かないんで私、繁華街とかね、飲まないし、で働いてるからって言ってそういった女性を軽くこうやって扱うような、うん、のはまあ社会的風潮っていうのはあると思いますよ、特に男性の間で、うん、あると思うんだけども、いやいや、この女性たちも別にね、そういうのが好きでっていうかね、好きでって言ったら変だけど、まあ仕事として割り切ってやってる人もいるし、他にないからっていうのもあるし、あとこれぐらいしかっていう人もいるだろうし、いろんな事情があってね、働いてるんでね、そういった人を色目で見るような風潮っていうのは良くない。裁判官だから偉いとかね、医者だから偉いとか、まあ、このうちのね、今441回まで来てますけど、前の方を見れば分かりますよ、警察官は悪いことしまくり、お医者さんは悪いことで盗撮しまくりだしね、お医者さんも、うん、学校の先生なんかもうね、女児の盗撮しまくってたりね、本当に児童ポルノ違反みたいなのいっぱいいますから、ほんとね、職業とか外見とかで人を判断するっていうのはね、良くないと私は主張します、はい。で、うん、その辺は日本根強いものありますよ、うん、何かね、勝手にお医者さんは偉いとかね、うん、なんかあるんだな、日本人の医療ドラマ好き異常だもんね、こんな国ないですよ、日本はほんと大好き、医療系のドラマ、うん、ちょっと病んでるよね、ほんとに、ある意味国民性として、うん、あと勝手にスチュワーデス、フライトアテンダント、うん、やたら盛り上がなんていうのかな、素晴らしい職業みたいな、私に言わせたらただのお茶組なんですけどね、スチュワーデスなんてね、ただ場所がね、空の上か飛行機の上かバスの上かの違いだけで、うん、なんであんなに女性はスチュワーデスになりたがるのかな、意味が分かんないですもんね、外国だとあれはないですよ、うん、別に特別されてないしね、うん、そういうのがなんかあるんだよね、日本社会で。この女性、夜のね、女性の商売、まあもうおそらくそうやって、もう私にないかって言われたらね、そういった偏見ないかって言われたらありますよ、私にだってありますけど、なるべくないようにね、心がけてやっていこうか、生きてるつもりなんですけどもね、うん、人を肩書きとかね、では見ないですよ、私は基本的には。でそういった風潮っていうのは世の中に広まってみてほしいなっていうふうには思ってます。ということで441回、京都新聞、京都地裁の判決ね、いわゆるキャバ嬢を強制性交、無職の男32歳、元同僚ね、この人が首を絞めて、
殺すぞと押し付けて強制性交をした、とんでもない悪いやつ、実刑下りました、5年の。っていうお話しました。441回終わりにしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。